じゃあ次のグループどうぞ。じゃあ自己紹介簡潔に。徳島から来ました喧嘩自慢です。前回福太郎とスパーリングして、まあ、判定で負けたんですけど、判定に納得いってなくて、またこの場に借りを返しに来ました。誰が相手のかな、このメンバーだったら。リバイトル、リバイトル、なるほど、入ってる、ボルト、はい、もう立ち上がったけんの、お前森、一回落ち着こうか。 OK、次の人。君あれだよね、あの、健之介さんから練習でダウン奪った子だよ。そうですね。まあ自己紹介からいくと、人生初スパーリングで健之介をワンパンさせました。お前北関東、そうだ、俺も北関東なんだけど。お前どこで。俺、宇都宮。お前強いの。お前強いの。見たら分かんだろ、実力。おい、おい、ねえねえ、この野郎。あ、ちょっと待っとけよ。お前北関東。あ、知らないでやってやるよ。やめんなよ、と強い、これ。誰に口聞いてっか分かってんのか、てめえ。お前知らねえよ。おめえの方が知らねえよ。一回座り。うん、来い。さっきの勢いで。お前、いった、お前。おい、うぅぅ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 一回来い。ああ、踊る仲間がおるけん手出しておいてあげちゃうんか、こら。いや、おもろい、おもろい。手が待っとんじゃん。まあ一旦交代ですね。もう一旦そこでその二人決定です。はい、そうですね。パーにした。おー、ガチャに物言わした仲間の方って感じですかね。僕が格闘技、僕実際趣味程度なんで、試合とかも出たことがなかったら教えてくれる人もあるんですよ。ただこのままただただ趣味で終わらせたら、この何時間を週に1回と積み重なったでかい時間が何の意味になるんだっていう、ただその意味の証明と恩返し、そこに対してのっていう感じですね。マジでなんか印象もないし、ポケモンのラッタっていうのってそのラッタに言っとったけん、まあ、ラッタやな。あとはもう俺の拳でお前のその顔面を整えてあげるから嬉しいやろ。喜べよ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。